町からのお知らせ、 UDE スポーツ導入について、高森町景観計画についてなど、集いにお邪魔します。前原公民館、上式見総合センター、横町公民館の集いの場にお邪魔。令和5年度77回阿蘇郡市民体育祭、7月2日9日に行われた阿蘇郡市民体育祭各競技の模様。1、やってみチャンネル、オクロックの梅高みなみさんと江本ひよりさんが上財公民館で高森音頭やカラオケをやってみ。週刊情報高森、まずは社会を明るくする運動。続いて湧水トンネル納涼七夕祭り。最後にオクロックフランス公演出発の3つの話題。その他の番組はご覧の通りです。高森町地域おこし協力隊募集。高森町のケーブルテレビを活用した情報共有共感の町づくりに参加しませんか？詳しくは高森町ホームページをご確認ください。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで、 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか？TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。街からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。町の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子がいつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。